ちゃう。この辺時々立ちあのその辺通り過ぎることあるんですけども、車に来た時ってどっかそこですか入れるの？あそこに、あそうです、あそういう感じです。何あれ？あれ何やろね。観音さんやじゃん。でっかい、でっかいね。あゆちゃん見ても見せてもらおう。え、なんか室町時代からあるんですか、これ、このお庭自体は。そうですね、こちらは360年以上前からあるもの。なんか秀吉がなんとかで書いてましたけど、そうですね、そのぐらいの時期から。あ、そういうのがあるんですか。こちらでね、お式をされるんですけれども、こちらに椅子を並べて、あ、ここで式ですか。結婚式を、ゆうちゃんすごいね。京都の、京都タワー見えんで、ゆうちゃんうちに。ほら、京都タワーが見える、あそこで。あれ、あれ、あれ何あれ、お寺。あゆうちゃん、気をつけて、これ下、あれやから、トタンやから。こちらがで披露宴ですか？あ、違います、上の方です。 こちらは何ですか？こちらはもし神前式をされるのであれば、こちらが神前式の会場になります。あ、そういうことですか。んここは何やろ、なんかこの会社のもんとか、多分もう法人化なってるんですよね。もう法人になってる、法人組織としてもやってられるんですよね。こちらですか？こちら個人として、はい、あ、そうなんですか。あ、そうですか、はい、なんかそういう人はお金持ちの人いるらしいです。みんなやっぱ言うじゃん、日本庭園が落ち着くね、言うじゃん。ご覧といかがですか。保護建造物になってますので、皆さんはお上がりいただけないんですけれども、結婚式の当日はお二人のみお上がりいただいてお写真撮らせていただきますので。あ、ここで写真を撮るんですね。カメラ撮ってみてください。入れないけど、ここで写真撮れるんやってるじゃん。
は待合室みたいな感じですか？受付お待合室は下の方なんですけど、あ、下でもこちらで、お式が終わりましたらこちらの方で皆さんお靴をお預かりして、まあ、通常上の方披露宴会場は禁煙とさせていただいておりますので、あ、そういうことですね、こちら下に降りていただいて禁煙コーナーをお持ちという形です。メスどうぞ。あ、すいません。じゃあ一人ぐらいですか。まあ、いい。ちょっとね、段差があるからね、結構つまずかないよね、おじいちゃんとかね。あ、意外に私もさっき 2,3 回つまずきましたよ、なんか。本当ですか。机はだいたいあれですか、この配置で丸テーブル、何人ぐらいですかね、一つ、まあ、一応80名様まで入れまして、この丸テーブルが10テーブル並ぶんですけれども、まあ、お二人の、ね、ご招待いただくお人数様によってテーブルの数変わってまいりますけれども、はい、40人って聞いてるんですけど、40人だとあと2つぐらいですか。そうですね、6テーブルぐらいになるんじゃないですか。 3ですか。これどうなの。 1,2,3 それが 1,2,3 ですか。1こちらにね、2つ増えると思っていただきましたら。あ、はい、ここにもう1つ、はい、とこっち、あ、こういうことこっちですか、はい、もう少しこう広げる。あ、そうすると全部で 1,2,3,4,5 6つですね。斜めにこう。あ、ゆうちゃんどう、こういうところで結婚してあげるの。どうでしょう。なんかいいじゃない。こちらの方の代理していただくことに。はい。